こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時に更新しております。今日のアクセサリーのコーナーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、バッテリーです。TSST バッテリーこの間 TSST バッテリーって何回も言い間違えたのこれだ。そう、あのスピーカーと同じメーカー、そうです、メーカーさんのバッテリーになっております。スタイリッシュだね、この バッテリー。この間のスピーカーもそうやったけど、うん、これね、珍しいんですけど、表面がねヘアライン、っぽい、そう、ヘアライン加工って言って、ちょっとスクラッチをしたような金属の、そう、シャ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 ってね、うん、線が入ったようなデザインになっていて、このメタル調なデザインも非常に珍しいんですが、それ以上に面白い機能があって、ここを押してみて、この電源ボタン、そう、ポチッとと、あ、63、そう、なんと63って、バッテリー残量を 1% 刻みで表示するモバイルバッテリー。あ、え、すごい、すごいでしょ。あ、わかりやすい。こっちね72、あ、結構ある。そう、え、これ分かりやすい、すごいよね、うん、なんで普通のバッテリーだとだいたい4段階ぐらいのインジケーター表示なんで、まああとこんなもんかな、自分の iPhone あと1回多分フル充電できるかも、みたいな感じでしか分からなかったんですけど、これはパーセンテージで出るので一目で分かる。めっちゃいい、私こういうちゃんとですね、パーセントで教えてほしいもん、あの充電の普段のこの iPhone のこの、あ、ちょっとあの待ち受け画面がもう確定演出の画面っていうね、これがちょっとそこはさておき、右上のこの何バッテリーの残量、ちゃんと私数字で表示してほしい派なんですよ。わかる、うん、私もなんか雰囲気だとさ不安だよね。そう、なんか白やけど半分ちょい上か下かよくわからんで、なんかね余裕 60% の時余裕って思ってても 40% だとちょっと不安になるみたいな。そうそうそう、でそんな時にこうアバベルとか始めようもんだ、ちょっとね、ハラ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 するよね。 そう、そんなもう細かく知りたいという人にはね非常にいいんじゃないかしらというモバイルバッテリー。何ミリアンペア？わかりやすくて、こっち、コンパクトな方5000です、大きい方1万です。あ、そう、わかりやすい。そしたら、1万やったら 50% やったら5000残ってるか。そうそうそう、でも数字の通りで今7200残ってる。あー、なるほど。5000だとねちょっと自分で若干計算しなきゃいけないですけど、それだと2800ぐらいは残ってるのかな、60% ちょいで、っていう感じで分かるので、自分のお持ちのね端末のバッテリー容量さえ把握していれば、まああの充電時のロスっていうのがあるので、ぴったり残ってる数で計算してしまうと若干ズレは出ちゃうんですけど、まあ段階インジケーターよりは圧倒的にあとどのくらい充電できるのかが分かる。なるほど。しかもですね、ちゃんと2Aの急速充電にも対応したポートがついています。これでも必要、私絶対、もう必要不可欠ですよ、ね、2.4A出力なので、iPad なんかもタブレット系もできるし、iPhone 6 Plus なんかの大型もいける。1の方で充電したことないもん。 G はまたかみたいになるよね、そう、でコンパクトなモデルの方ももちろん急速充電に対応しています。これと、こっち細い方か、5000、そうなんです、こっち1万。結構ね容量が少なめのバッテリーって、まあ、その給電速度とトレードオフになってて、1Aするしかできないなんてものも中にはあるんですけど、これはちゃんと急速充電に 5000mAの低容量タイプも対応しているので、どちらを選んでいただいてもね、モバイルバッテリーから充電することが多いっていう人は大容量がいいし、荷物ちょっとでも軽くしたい、でもモバイルバッテリーは持ち歩きたいという人はコンパクトタイプ選ぶといいと思います。私大きい方だな、こんぐらいの重さの違いなら。そうだね、なんか軽いけど5000の方は、軽いけどそんな重くない、劇的に重いわけではないよね、全然ね持ち歩きに耐えられるぐらいなのでいいと思います。あと何が分かりやすいって、もう1万をこの 100% 表示が分かりやすい。うん、それはね言えてる、確実に言えてる、いいでしょう。7200残ってる、すげえ、私これいいな、いいっすよね、この痒いところに手が、そうそうそう、重箱の隅につつくげ私も好きなやつこれもまさに重箱の隅つつく系の機能を持ったモバイルバッテリーですね。しかも結構これかっこいいね、スタイリッシュでメタリックなのってあんまりないからね、だいたいマットな、そう、
作りなものが多いから、うん、まあ、かっこいいもの好きとかね、うん、メカ好きもね満足できるんじゃないかと思います。いい、ね、なるほど。TSS バッテリー、 TSST でした、 TSST、 TSST、 TSST 残量を 1% 刻みで表示できるモバイルバッテリー、1万ミリアンペアと5000ミリアンペアの2種類があります、うん、お安い、まあまあ普通、普通だね確か、うん、バッテリーの値段としてはそんなに高くはなかったは、ちょっと値段の変、値段も変動する可能性があるのでここで明言はできないんですが、そうですね、それはストアの方でチェックしてもらえればと思います、はい、この動画の概要欄にリンクがありますのでそちらをチェックしてください、うん、あとね記事の方では iPhone と比べてより具体的なサイズ感とか厚みなんかもレビューしておりますので、うん、あ、まあ見た目そんなに、iPhone6 とちょっとちっちゃいぐらい、iPhone6、そうだね、厚みは結構、うん、1万ミリアンペアの方はどうしても結構ちょっと2倍くらいかな、ありますね。ですね。でこっちの5000の方は割と同じぐらい、割と薄型、うん、そんな感じのね、細かい情報を知りたい方はぜひレビューをチェックしていただいて、でレビューの方でコメントを残していってください。今週はオッターボックスの対象時期ケース、うん、iPhone5S5 用が毎日1名様に当たりますので、うん、コメントを残して、そしたらぜひ17時から18時までアップバンクストアでやっているタイムセールを覗いて、うん、アップバンクをね隅々まで楽しんでいってください、はい、本日は TSST 残量を 1% 刻みで表示できるモバイルバッテリーでした、うん、でした。あと明日、うん、今日何もないの？もう思い浮かばへん。最近ネタが尽きてきました。ネタ切れ。今日もネタ切れなんで、はい、マミルトンのエンディングコントはまた明日のお楽しみ。ではまた明日。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新。今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。